今話題のリンゴ酢ビオフェルミンダイエット。でも待ってください、ビオフェルミンよりももっと痩せてコスパの良いあるものがあるんです。そのあるものとは何かをお話します。ぜひ最後までご覧くださいね。話の流れは3部構成です。1、なぜリンゴ酢ビオフェルミンダイエットで痩せるのか、その基本のお話と、2つ目、ビオフェルミンより痩せるコスパ最高のあるものとは何でしょうか。3つ目、コスパ最高ビオフェルミンより痩せるあるものを使った最強レシピお伝えします。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢ビオフェルミンダイエットで痩せるのって、その基本のお話、結論からお伝えしますね。要はリンゴ酢に含まれる酢酸とビオフェルミンに含まれる乳酸菌、この2つを組み合わせて摂取すると、腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増える。すると腸内環境が整って痩せるということなんです。このダイエット法の詳しいお話と、でもこれ知らないと逆に太るという大切なことを別動画でお伝えしています。コメント欄にこの動画のリンクを貼っています。ぜひこの動画を見終わったらそちらもご覧くださいね。では2つ目の項目です。ビオフェルミンより痩せるコスパ最高のあるものとは何でしょうかについてお話します。ビオフェルミンだと限られた数の乳酸菌しか摂取できません。だからダイエット効果も限定的になります。多様な乳酸菌を摂取した方がより腸内環境が整って痩せます。ではそのあるものとは、発酵食品になります。乳酸菌の数、種類とともにめちゃくちゃ取れる、いろいろあります。例えば味噌汁、ぬか漬け、キムチ、ヨーグルト、チーズ、そして発酵調味料と呼ばれる塩麹、醤油麹、お酢などですね。なのでさまざまな発酵食品を取ることがダイエットには有効。そこで腸活ダイエットの観点から、次の項目では一押しの発酵食品を使った神レシピお話します。実演でお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。では3つ目の項目です。コスパ最高ビオフェルミンより痩せる最強レシピ、この項目では材料、作り方、痩せる食べ方、注意点、この順でお伝えします。ではコスパ最高ビオフェルミンよりも痩せる一押しの発酵食品はこちら、納豆になります。こちら純リンゴ酢納豆が神レシピです。材料です、1人分です。国産大豆の納豆を1パック、そして純リンゴ酢を大さじ1、たった材料2つだけ。例えばこちらの納豆、私が買ってきたお城納豆さんの国産の引き割りなんですね。でこれ3パック入っていて、ちょっと開けましょうね。でこれね、近くのスーパー歩いて行ってきたんですけれども、これレシートなんですが、この引き割り納豆3パックで119円でした。なので1パックあたり3で割るとだいたい33円ぐらいですよね。そして次、純リンゴ酢なんですけれども、今回はね、ミツカンの純リンゴ酢買ってきました。こちら 500ml 入っていて、お値段が469円、ちょっとお得だったかなと思うんです。で大体 500ml で500円としたら 1ml あたり1円ということで、この大さじ1って 15ml なんですよね、これ。ということは1杯15円ということで、33+15でたったの48円。一般的に言われているリンゴ酢ビオフェルミンダイエットにかかるコストは、リンゴ酢と炭酸水とビオフェルミン適量なので、大体150円前後って言われています。私のレシピはその1/3。ではここから実演です。実際に作って食べてみます。これね、先ほどので、なんで引き割り納豆を買ったかっていう理由があるんですけども、納豆、まあ粒タイプ、引き割りタイプあると思うんですが、引き割りの方がその粒がね、砕けてる分、空気に触れる面積が増えるから、栄養がね、粒よりも若干いいというデータがあるんですね。なのでどうせだったらね、栄養がある方がいいなと思って引き割り納豆買ってみました。ちょっと開けてみますね。おで、これね皆さん注意、この納豆に、まあ、普通入っている添付のタレは使わない。これなぜかっていうと、化学調味料がいっぱい入ってるから、こういったものを食べてしまうと味覚が異常になってあなたは太ります。ですから絶対に使わないでください。使うのはこのね、
国産納豆、この大豆だけ。ちょっと開けてみますね。ね、これこれです。そしてここに先ほどのね、皆さんポイントは純リンゴ酢です。ただのリンゴ酢はダメです。この純リンゴ酢といってね、原材料がたった一つだけでできているのが一番痩せる。もうこれしか買わないでくださいね。何か国産リンゴ果汁 100% のみでできているこの純リンゴ酢が痩せるリンゴ酢。では納豆1パックに対して純リンゴ酢が大さじ1ですか、入れていきます。はい、おっとっとっと、これですね。はい、入りました。結構ね、たっぷりなんですよ。つゆだくみたいね。そしてじゃーん、はい、取ります。でこれポイント、めちゃくちゃ混ぜてください。もうクリーミーに泡立つぐらい、もうね、こんなに混ぜるのっていうぐらい頑張って混ぜてほしいんですよね。混ぜて混ぜて泡立つほど。でだん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 混ぜてると、どんどん泡立ってね、クリーミーになってくるんですね。これがポイント。めちゃくちゃクリーミーにして、まだまだまだこんなもん。あ、来た来た来た、来ました、うん。でこうネバネバが苦手な方も、これかなりね、あのサラサラになるんですよ、お酢入れて。なので普段納豆苦手っていう方も食べやすいと思いますよ。では見えますか、真っ白クリーミーね、クリーム納豆。で私はこれを普段どうやって食べているかというと、あの朝食べるんですよね。でもあの本当に無農薬の玄米ご飯にね、このリンゴ酢、純リンゴ酢納豆をかけて、あと無添加の海苔でね、こうやって巻いて食べる。するとあっという間に即席の納豆巻きの出来上がり。もうめちゃくちゃ美味しいから、ぜひ試してみてくださいね。ということで早速いただきます。もうふわふわなりました。ちょっともうファッション難しいかな。 いただきます。私はこのリンゴ酢納豆のおかげで今ではマイナス10キロリバウンドなし、毎朝お腹もすっきり解消です。では最後にこの純リンゴ酢納豆の痩せる食べ方注意点をお伝えして終わりましょうね。まずはポイント、材料無添加のものでお願いしますね。添加物たっぷりの材料を使ってしまうと、あなたの味覚が異常になってどんどん太ってしまいます。なので国産の大豆、そして添付のタレは使わない。リンゴ酢は純リンゴ酢でしたね。そしてこの純リンゴ酢納豆は1日あたり2パックまでにしましょう。食べ過ぎは NG です。さあいかがだったでしょうか。今回は腸活ダイエットの観点からお伝えしました。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみてこうなりましたっていうコメントいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。